ショーン・マイケルズによるトラースキック。トラースキックはプロレス技の一種である。スーパーキックとも呼ばれる。相手に対して背後を向いた状態、もしくは横向きの状態から片足を後方にまっすぐ高く伸ばして、相手の顎や頭部、内の喉や胸元を自らのかかとや足裏で蹴り上げる、もしくは速報から蹴り払う打撃技。 フィニッシュホールドや大技として使用されている他に、序盤や中盤でのつなぎ技としても使用されている。考案者は、ザ・グレート・カブキ。名称は、カブキが、ケリー・フォン・エリックに放ったカウンターの後ろ蹴りを見た、マネージャーのゲイリー・ハートが、This is t h トキ s t Kick と叫んだことが始まりだが、英語で、突き刺すという意味の、スラストが、発音のしやすさから、トラースト日本で点火したものだという。 海外ではスーパーキックという名称も用いられており、スーパーキックとしてはクリス・アダムスが第一人者とされる。歌舞伎とアダムスは1980年代中盤にテキサスのダラス地区において頻繁に対戦していた。かつては歌舞伎のほかでフィニッシュホールドとして使用しているレスラーの代表格としてショーン・マイケルズがおりスイートチン・ミュージックの名称で使用していた。 応用着として助走して仕掛けるランニング式、走ってきた相手に仕掛けるカウンター式がある。ありがとうございます。